こんにちは、香川です。香川チャンネルへようこそ。今回から海外版のリーグオブレジェンドをやっていこうと思います。日本サーバーが出るらしいので、声優とかどんどん決まっていってるみたいで、有名な声優がいっぱい出てくるそうなので、今のうちにちょっと練習をしておこうかなと思ってやっていきます。ちょっと始めたばっかり、1週間も経ってないけど、ちょっとずつ練習をしていこうかなと。初心者だから全然わからないとか動きがおかしいとかあるかもしれないけど、楽しみながら勝ちに、周りの人は勝ちにこだわるかもしれないけど、勝ちにこだわらずに頑張っていきます。今回はね、このアニーっていうアニーさんを使っていきます。魔法を使える女の子さんです。クマさんを召喚してね、結構強いみたいです。かなり強いみたいですよ。ちなみに日本の声優になるとクギュウが担当するそうです。クギュウ、クギュウ言わないと、クギュウとかじゃないです。最初は、あれ動かない。最初は、なんか、適当に。装備を買います。装備買いました。最初、ゲーム始まる前にチャットでどこ行くっていうのを言うんだけど、上側がトップで、真ん中はミッド、下がボットっていう、らしいですわ。あと一人余った人はジャングルっていうね、この森の中をふわーって歩き回ってモンスターを倒すっていう。なんか来てる、ちょっと早すぎじゃないですか。あ、これこのキャラクターと戦ったことない、戦ったことない、わからない、負けるかもしれない。ここを死守しないといけない。この塔を守りながら相手の塔をぶっ壊すっていうね。ちょっと何やってんすか、何やってんすか、もうなんでいきなり戦って負けてるんすか。マジかよ、マジかよ、勘弁して。大丈夫、大丈夫だな。しまったな、しまったな。こんなこと喋ってるせいで相手のキャラクター全然見てなかった。誰が何をするとか、 なんでトップにこんな言ってんだ。そして何やってんだこいつ、何やってんだこの人、大丈夫。この人ね、脳筋さんなんですわ。近距離専用の人なんですわ。こんなんが遠距離型と戦って勝てるのか。これ雑魚的にミニオンって言うんですけどね、攻撃しちゃダメなんですよ。攻撃しちゃダメなんですよ。あ、失敗した。攻撃せずに最後のとどめだけ取るってね、っていうのが正しいやり方なんですよ。とどめを取るとこうお金が入る。あ、やってもた。ちょっと相手攻めてきすぎ。どうなってんの、俺の聞いたやり方と違う。あ、取れない、怖くて取れなかった。あかんな、これレベルで負ける。相手がそういう戦い方するな、俺もそうしないと。まあいいんですわ、ここまで下がってね、ここまで下がったときはいいんですわ。こうすると今度お金が取れないんだな。もうくそ、まだ慣れてないから、レベルアップしたのこれ取ってないし。もういいや、均衡を保つために戦うしかない。取れないだろう。助けてください。それかな、よし、お金がたまる、お金が。このキャラはね、下のこれがたまった状態で敵にスキルをぶつけると止まるんですわ。ピシッとね、一瞬止まるんですわ。それだけ、これがそのうちめちゃくちゃ強くなる。
ちょ、トップ負けてる、トップ負けてる、トップ負けてるんですけど、トップ負けてるんですけど、そしてラストアタック、CS だ、CS っていうらしいけど取れない、この CS っていうのを取ってお金貯めないといけないんだけど取れない。くそ取れなかった。次誰だ、お前か、違う、そいつじゃない、マジか、取れない。ちょっとね、かなり抜いた、抜いていったか、バリしたな。やめてやめて、危ない危ない危ないっす、危ないっす、危ないっすよ。でも敵が攻撃する系だから、いいんですわ、序盤は。序盤はこうしてるとね、ジャングルがね、そろそろ来てくれるはずなんだ。あ、こんかった。いや、嫌だって言われた。この、ね、このジャングルとかね。あ、3しかない。3しかない。3しかないですわ。これ、さっきのも取らなかったせいで、20円くらいもったいないかもしれない。ちょ、ダメよ、ダメダメよ。はい、逃げろ。はい、逃げていいのよ。はい、逃げていいよ。うわー、まだ取れない。全然取れない。お、ダメだ。ちょっと、やつを下がらせたいな。ん？来る？分かってる、お互い毒だからね。あ、下がっていった、もう取れない。下がっていったな、多分下がったな、下がって今装備を整えに行ってるかもしれない。間違えた、ここだ。あ、そんなことないぞ、どこ行った。これあかんやつや、あかんやつや、トップレーンが終わってしまったやつだ。何しに来た、お前何しに来た、ちょ、死にに来るとかやめて。もう無駄なことしてもうた。これあかんやつだわ、これあかんやつだわ、これあかんやつだわ。まだ開始6分7分なんですけど、やっぱりやつ装備買いに行ってる、行ってこい。どうしても任せて、ちょ、いいんですわ、もうすぐ消えるんですよ。どうこうやって試しておいて、はい、固まってない。あ、行ってもまだ助かってないな、なんか行ってる、下に下に。いや、もうこのゲーム負けたから、格付けされてしまうんですよね、この試合負けるか勝てるか。トップレーンは完全にもうおしまいだろう。うわ、また。おお、下も負けてる。あそこに行けないからね、この状態で。マジ。ミッドはイーブンなんですか。
多分俺はイーブンだと思う、イーブンだと思っている。何した何した何した、ドーン、今そっちの技は分かんない。やつを返したい、やつを返したいから、この処理が終わった後だな。この処理が終わってやつがどっか行った後にちょっとか、ほっ、いいけー、はいけー、はいけー、もういいわ。こいつらを破壊して、じゃあちょっと行ってらっしゃい。こう行くふりしてね、ここで装備を揃えると。何を揃えたいんだったっけ、これだ、どっちだ、これか、これだか、もったいないな、使ったけど、本当は火力だけ揃え、クマさん死んだ、クマさんがお亡くなりになった。で、レベル2ついてるし、差が、こっちもレベル差がついてる、6、5、どないステージ積むんですかね。いい、ウルフルン今更来ても、ウルフルン今更来てもどうするんですか。ウォーピック、ワーピック、ワーピックさん、あかん、もうちょっと今から来るよっていうサインを出してほしかったな。来るんだろうね、サインをコントロールしながら、こうこういう風に出す、あ、ごめんなさい、嘘です、嘘です、ノー NP です、ノープロブレムです、ノー NP って、ノーノー NP。 ちょっとね、こっちから来そうなんだ、大丈夫、大丈夫ですか。じゃあ投棄しとこう、帰ってきたわ、怖いわ、ほい、いていていて、そうそう、やめて、やめて、痛い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 っす痛いっす痛いっす、ちょっとこの渦巻いてる状態だと確定スタンがあるんだ。何しに来た、何しに来た、お前何しに来た、やめろやめろ、自分の持ち場に帰れ、持ち場帰ってくれよ、マジ勘弁、来なくていいよ、そしてやつに経験値を献上するな、出ていけ、出て行ってくれ、出て行ってくれって言いたかった。だいぶ年が離れた友達が歌ってた。そう、微妙に差がついてるな。どうなんだろうな、友達の言うと話では、あまりレーンを上げすぎずに、上げすぎずに倒せてる。敵がどんどん攻めてくるじゃないか。どうしたらいいんだろうな、どうしたらいいのかな、わからないな。だってもう他で負けてるからどうしようもない。スキルを打った瞬間を狙ってね、スキルを打った瞬間にちょっと離れる。
どうせミッドはダブルキルとか取られてるんですけど、どういうことですか、どういうことですか、ちょっとやめてくれよ。完全に負けゲームじゃないか。多分俺がフォローに行けてないのが悪いんだけどね、これ。確実にね、確実にそうなんですよ。確実にね、俺がフォロー行けてないのが悪いんです。だからといってミッドを捨てるわけにはいかんす。追いかけて、アイテムも何もスキルもつないでくれるから。あ、これ行かなかったやんか。そういうことか。あのスキルの意味があってなかったというか、分からん殺しをされるわけですよね。トップもダメだし、多分これあれだよ、そのうちみんながミッドに来だして終わるやつやで。あ、消えた。あれ戻ってきたぞ。早いな。何してたんだ。お、やっちまった。溜まってなかった。溜まってなかった。こういうの失敗してるんだな。行ってこい。何してんだ。おい、攻撃しよう、攻撃しよう。これだ。終わった、終わったけや。終わったけや、終わったけですわ。これミッドのバランスが、マジか、マジか、マジか。ああ、終わった。一丁なんですわ。ちゃんとここまで戻ればよかった。ここまで、まあ素人なんでね、しょうがないですね。もう終わった。うん、どうしようもない、うん、どうしようもないな、どうしようもない。これが先般、これも先般。なんで自分のレーンを守らない。いや、ここ行こうじゃないんですけど。あ、ドラゴンに行ってるって言いたいんだな。行ったところでね、無理だからね。やつ俺倒すわ。一人で行けよ、一人で行けよ。レベル6ぐらいあったらユージさんは行けますよ。ちょっと待って、まだ溜まってなかった。ごめん、ごめんなさい、まだ溜まってなかったんですよ。ちょっと壊されてる。ちょ、なんで俺の前に隠れてんだよ。お前盾だろ、タンクだろ。おい、行けよ、生きる。この何言ってんすか。ほら、これ盾が前に出て、一人で生きるんですよ。ウルフさん何してるんですか。オーピックだけ、オーピックだけ。シャットダウン。なんで魔法使いに、魔法使いを盾にしてあなた逃げるんですか。ねえ、あなたタンクでしょ、あなた盾でしょ。無理ですけど、もう無理ですけど。ここですよ、ここですよ。それをさっきしろよ、なんか一緒に攻めてるときにさ、
待て待て、行き過ぎや、行き過ぎ行き過ぎ、ねねえ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 、サポート取らせてよ。いや無理だから、それ倒せないから、レベル15とかでやっと倒せるぐらいだから、倒せないから。何してんの、何言ってんだ。これはきっと俺も素人だけど、それ以上の素人たちがいっぱい言ってるようだ。無理って言って、無理無理って言って、やばい、とどめ取れなかった。勝ってる勝ってるな勝ってるな。ちょっといっか、どっちがいいだろう。真ん中押してるしな。全員来るんかい、全員来るんかい。うわ、あんまついてくるかけたよ、しみたいな。ちょ、やめて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 、ちょ、何に攻撃したんだ。はい、終わったかな、全員倒すかな。全員倒してる。ここでも攻めとくか。壊して壊して、もう壊して、あ、でも復活してた、復活してたよ。あ、無理や、無理でした、無理でした。今生きても無駄よ、生きても無駄よ。一人で突っ込むな、何してんだ、何してんだ、一人で突っ込むとか。次これか。なんか死にまくってる、突進して死ぬだけの簡単なお仕事してる突進して死ぬだけの簡単なお仕事してる。もう嫌だ、もう泣きたい、もう帰りたいよ。とどめを隠せろ、ファッ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 、とどめだけとって、とどめを隠せろ、届かん、届かん。3人倒せるな、突っ込んでいけるんじゃないか。多分上にいるぞ、この辺いる。あ、ここだった、ここだったわ。あ、でもみんな復活してるわ。あれ、倒しきれてない。ちょ、そのとこ一人で行くな、一人で行くな、バカバカ、何してんだ。なぜテレポートでそこに向かった。あなたはそんな硬くないでしょもうダメだ。あ、一人いる。いい、来たよ来たよ、一体だけ。え、またラストアタック取れてない。 CSP らしいよね。下から来てるわ、行くわ、行くか、下から行くぞ、行くから待ってろ、行くから待ってろよ。どこ押すんだったっけ、これか。
せろ、お任せろ。はい、止められてる、止められてる、止められてるわ。はい、終わり。おっしゃおっしゃ。はい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。倒した、倒した。倒すんはいいんだ。これ、これ破壊しとこう。クマさん、クマさん、亡くなったよ。待て、そこ行った、死ぬぞ、死ぬぞ、お前、死ぬぞ。やばいぞ。大丈夫か。今行けるときに行っとこうぜ、ピンピンって。頼むぞ、頼むぞ。一人で行けばいいじゃないか。やめてー。ちょっと俺、いっぱい稼いだんで帰って、ちょっと買い物してきますわ。頼むぞ。買い物したらミンドに行きますんで、今の下がミントに行きますんで、はい、こっちの方がいい。お、さあ行け。ちょ、みんな何してんの。大丈夫、大丈夫だね。俺が戻っている間に勝手に戦って死ぬな。ガーデン死ぬな、ガレン死ぬな、ガレン死ぬな。止まった、止まった、止まった。倒せるだろ、倒せないですか。倒せた、倒せた、倒せた。うぅ、お、攻めてる、攻めてる、なんか攻めてる。来い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 、しば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 し、よし、いける、いける、いくぞ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 、しゅけ、いけ。クマさん、いってらっしゃい。クマさん、いってらっしゃい。クマさん、適当に突っ込んで死んで。あ、戻ってきた。フィールタイム入ります。戻ろう、戻ろう、戻ろう。無理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 、戻るぞ。フィールド、お、盾になった。やるじゃないか、やるじゃないか。やるじゃないか、盾になるとか、やるじゃないか。ちゃんと味方を守った、素晴らしい。あなたは神だ。先般はガネンさん一人になりそうである。ちょ、何し、何してん人、一人で、何して、一人で、一人で行くな、一人で。ちょ、元で、元で。ちょ、元でって、元でって、元でって、バカタイ、それ無理だから。もう。バックバックって言えばいいのか。俺が戻れじゃなくて言えばよかった。まあ待て、まあ待て、まだ無理だ、まあまだ無理だ、まだ無理だ。無理です、無理です、無理です、無理です。あと、あと7秒、あと6秒待て、あと6秒待て。ちょ、行くなって、行くなって。一人で行ってんの。ほう、行けばいいの。あれ、一発されてなかった。マジか、マジか。うわ、ミスってミスってる、バカやった。戻れって、ガネンさん、ガネンさん戻って、ガネンさん戻っていいよ。うわ、下ばっか見とったせいで、下ばっか見てたせいで失敗したな。攻められてる、攻められてるわ、攻められてるけど。おい、負けてるぞ。逃げられた。遅かったね、遅かったね、来るのが。しょうがないね、連携不足って言った。
味方が倒されると相手にお金が300入るんだな。300入って装備差でどんどん負けていく。まだ22秒、あと22秒、あと22秒あればいける。トップやばいって、トップやばいって言ってるよ。2人おった？ 2 人おるな。逃げよ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 。無理無理、3人相手とか無理。一旦戻ろう。逃げろって、逃げろって、何してんの。逃げてるな。あ、そんなことしてる間に、逃げた。ウルフさんがやられた。行かなくていいよ。無理だから、そんな行かなくていい。カネンさん戻ってきてくれた。まず、俺ないから、ちょっとその辺でキープ。わかる？キープ。カネンさんまだいい。まだ行かなくていい。下がっていった。やつは下がった。危ねえ。27秒あったらいけるんだよ。強えな。強気だな。一人で行くな。バカ。何してんだ。逃げろ。よし。なんかめっちゃ狙われた。俺が狙われた。痛い。怖いよ。ちょっと待ってね。ちょっと逃げよう。行くな。待て。もうちょっと待て。よし、みんな来た。よし、みんな来てから行くんだ。みんな来てから行かないと勝てないよ。勝ってからワンコンでいった。すげえな、俺。ウルフさんすげえな。いけ。止めた。ナイス仕事、俺。ナイス仕事。ちょ、クマさん逃げて。クマさん行け。これもしかして勝てるんじゃないか。ちょ、戻るわ、俺。戻りますわ。よろしく。やつをちょっと止めとくか。いけるんじゃないか、これもしかして。ちょ、装備買うわ。次何買うんだ。しまった。さっきこっちだったな。任せろ。やつは遠距離型だ。遠距離型じゃ。違うな。あいつ飛びかかる。うわ、アウチ。怖いよね。どこにいる？いた。倒せぞ。ダメだ。どうした？負けてって。オッケー。行く。倒してるやん。みんな強いやん。なんだこれ。最初ボロ負けしてたのに。楽勝じゃないか。
勝じゃないけど勝ちまくりング。ちょっと待ってね、もうすぐ受けるからね。これか、攻めたよ。攻めた、行ってこい。ちょちょちょ、やめろ。怖い。うわぁ。くそ。やるやん。あ、全滅した。全滅じゃん。やっぱり連携が取れないな、ノラだと。逃げて。はい、シアーって飛んでいくの早く。お、味方やるじゃないですか。これが何かやってたらあんまりない。アビリティパワー80。攻撃力80だもんな。なぜ一人で行く？一体先輩は誰だ。60倒してるけど倒されてる。俺全然何もしてない。いや結構みんな、なぜまだ、あ、2人倒してるんか。今いけるかもしれないけど先こいつ倒そうぜ。こいつだ。燃やしとこ、仮装しとこ。おお、あと3秒待ってね。3、2、1。はい、オッケー、準備完了。いつでもやれるよ。ちょ、その体力で突っ込むんじゃない。こいつ先輩とか、ちょ、どこ行った、どこ行ってんだ、あ、倒そうね。了解。さっき倒したいのね。そう、壊したんじゃないか。だよ。いけ。大丈夫なんかな。ラスト取られる可能性あるからね。いや、倒したけどどうしようもない。これ全員死んでるし。絶対時期じゃなかったよな。今。一人じゃディフェンスできないから、ちょっと下がってね。ここの、こいつに守ってもらいながら戦うんですわ。違う、出過ぎだって。おお、倒したけど。あれ、まだ死んでる。早く復活して。お、やるー強い。先輩とか言ってすみません。めっちゃ強いじゃないですか味方。なんだ急に本気出したか。俺が一番ゴミじゃないか。すまない、みんなすまない、みんな強い。なんかスプラトゥーンみたいな感じだな。味方よえーとか言ってて俺が一番何もしてないみたいな。味方強いぞ。とりあえず真ん中の塔いけるだろう。いけないな。ガレン何してんの。ガレンさんどこ。何してたの。あ、ドラゴン倒してたの。ちょっとテニスもまあイーブンだけど、ちょっと待とう。ガレン来たから、今行くぞ。
取れてないな。ちょっと時間だいぶ連携取れてないな。ガネさん行け、ガネさん、よしよし、ナイス、よし、ナイス、ナイス、ナイス。それ最高、さっきの最高。ちょっと下がろうか。ガネさん、よし、よし、ナイス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 。ナイスナイス、よし、このままこのままこのまま行こう行こう、このまま行くぞ、このまま行くぞ、あれ、よしよし、まだ行ける、まだ行ける、ちょっと鬼を睨むんじゃない、ちょ、うわ、あ、止まった、何してんだ俺、受け止めた、3秒、あと3秒、あと3秒、よした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 、次次攻めるぞ、よし、いけるぞいけるぞ、さあ来い、攻めてこい、よし、壊せる壊せる、たっ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 た、ウルト、そんなの関係ねえ、ウルト、そんなの関係ねえ、いけいけ、パスパス、うわ、すごく食べとくわ、これ、よっしゃよっしゃよっしゃ、倒した、まさかあそこからの逆転、あんなことってあるんだな、しまった、成績見てなかった、成績この後出るんだけどな、ちょっと録画画面と合ってないんだよな、止めるか、ということで成績画面ですが B-、微妙ダメだ、 A、 せめて A は言ってほしかった、あ、全然活躍してないな、84って、これがまず27勝22敗で勝ち越してる状態で自分のレベルだろう、お金も一番少ない、ラストアタック取った数、あ、まあこれはジャングルだしな、少なゴミ野郎じゃないか俺、ちょっとむちゃくちゃ言ってたのに、サポート20とかすごいな、味方みんな強すぎじゃないか、サポートに11死んでるけど11-8でやってるし、17倒して12死んでるけど17も倒してる、サポート12取ってる、なんだよこの下手さ、味方のおかげで勝ちましたと、先輩とか言ってたのに、先輩は俺になるところだったな、危なかった、という感じで最初ボコボコにされてたけど、あれだな、このウルフさんがドラゴン倒すぞって言ってくれて、別に今いいのにとか思ったけど、あれも良かったんだな、結局倒したことで相手がステータスアップできないから良かったんだな、そんな感じか、この ADC アタックダメージキャスターだったっけ、なんとかっていうのも火力を上げれば上げるほどこの中にキルがすごい取れると、これタンクファイターだけど、タンクもあれなんかセオリーと違うぞ俺の知ってる装備じゃない、防御力はアホみたいに上げると何をしても削れないお化けなんだ、削れないお化け、そういうキャラクター120体ぐらいのかな、120体ぐらい全部覚えないといけないっていう、それがまた辛い話で、といった感じで楽しいゲームですわ、ちょっと日本じゃ流行らないかもしれない、結構覚えることがめちゃくちゃあって、どんだけ覚えてもまだこんなに判断力が必要なのか、で勝てないとつまらないっていう、1試合に30分かかるしっていうね、そういうゲームで日本で流行らないかもしれないけど、日本サーバーの日本語版がもうすぐ今年中って始まったばっかりだから1年かもしれないけど出るらしいので、ちょっとやっ
ってみたいな、日本になったら。ということでこの辺で終わります。いや、一発撮りして負けるんじゃないかな、どうしようかなと思ったら逆転して味方のおかげで勝てたんで良かったです。いい試合でした。ちょっと成績悪いけど、A プラまでしか取ったことないんだな。そんな感じです。それではまた。